セドリックジエンターテイナーは、アメリカ合衆国ミズーリ州生まれの俳優、コメディアンプロデューサー、脚本家である。1964年にミズーリ州ジェファーソンシュティで生まれたセドリックは、高校を卒業すると、地元の大学へ進学して、マスコミュニケーション学を専攻。卒業後は、保険会社へ就職していたが、 小ビジネスの世界を目指して1980年代半ばあたりからコメディクラブなどでスタンダップコメディアンとして活動を始める。後に彼のショーを見た同じくコメディアンのスティーブ・ハービーの誘いによりダラスに進出。それがきっかけで徐々にブレイクし始める。1992年に It's Showtime at the Apollo でテレビデビュー。それ以降は順調にキャリアを重ねて、 レギュラー番組も持ち始め、友人であるハーベイの番組などにも顔を出すようになる。1998年には映画デビューも果たしてコメディ俳優としての地位を確実に築いており、テレビや映画ではすでに欠かせない存在となってきた。俳優業の他にプロデューサーや脚本家としての才能も発揮。俳優としては数多くの賞にノミネートされている。 1999年に結婚して、その後二人の父親となっている。ありがとうございます。